はい、今回の動画は Windows11 で複数のファイルをいっぺんに印刷するちょっとしたテクニックをご紹介したいいと思いますで今回はこの PDF と Word と Excel の、ね、ファイルを用意しましたけども、まあ、この、ね、例えばですけどこの3つのファイルを印刷をしたいといった場合にもちろん、ね、それぞれのファイルを開いて印刷をしていってもいいんですけども。 実は Windows 11ではこういった複数のファイルをですねドラッグドロップするだけで一発でまとめて印刷をすることもできますそれでは早速その手順ですけどもこれをやるには設定の画面から行いますんでまずは Windows キーを押したままアルファベットの i を押してもらって設定の画面を開きますで次にこの画面の左側の Bluetooth とデバイスというところをクリックをしてもらうとこの中にこのプリンターとスキャナーという項目がありますんでこちらをクリックをしてください はい、そうすると、ご自身のパソコンにつ、ね、ながっているプリンターの一覧が出てくると思いますので、印刷したいプリンターの、ね、ところを、ね、クリックをしてもらって、このプリンターの設定のプリンター Q を開くというところをクリックします。はい、そうすると、こういった形でですね、ウィンドウが開きますんで、このウィンドウのところにですね、この印刷したいファイルですね、こちらを、ね、まとめて選択をして、ドラッグドロップしてください。 はい、そうするとこの同時に複数のファイルを印刷ししようとしていますこのまま続行しますかというウィンドウが開きますのでこちらの、ね「はい」をクリックをしてもらうとこの3つのファイルが一発で印刷できるということですね。であと今回は Windows 11ということで、ね、説明をしましたけども Windows 10もですねこのね設定の画面が、ね、少し、ね、Windows 11とは違いますけどもほぼ同じ手順で行うことができますんで Windows 10を使ってるっていう、ね、方もやってみてもらえるといいと思います。 はい。といったことで、今回の動画では Windows 11で複数のファイルをまとめて一発で印刷をするテクニックをご紹介しましたけども、まあ、複数のね、たくさんのファイルを印刷をしたいといったときにですね、使ってもらえると便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。